よっ、始まりましたね。始まりました。ドズリンクさんじゃないですか。ああ、どうも、ドズリンクです。昨日で最終回を迎えました。はい、これにいらっしゃるのはボンヤ鉄さんじゃないですか。ボンヤ鉄さん、あんま伝わらない。どうもボンヤ鉄、麻雀ばかりやってます。麻雀界のボンヤ鉄。ボンヤ鉄世界征服のマグニーさんもいらっしゃいますね。世界征服クラフト。では皆さん、今日は特殊な世界でのエンドル討伐を4人で協力して行いましょうということで、今日はどうやらいろんなブロックが壊せるらしいです。壊れるよ。いや、なんか、いやいや、この土ブロックはもちろんそうなんですが、あの、普段壊せないですね、なんか空気ブロックを、はい、あ、本当だ、なんか出てきた。空気が壊れるみたいな。あ、なんだこれ。あ、そしたらなんか、壊れてきた。空気を使って道具が作れたりするらしいので、長押しするとね、出てくるんだ空気が。今日はなんかこんな感じで、普段壊せないブロックを壊して遊びながらエンドラ討伐でございます。はい、なるほど。空気の剣が作れるっていう噂なので、ちょっと作ってみましょう。あ、素手じゃないと取れんのだわこれ。空気騒動だ。あ、エアソード。空気の剣ゲットしました。すげえ。空気を切り裂くみたいな。強いのかな。ここに水もあるで、水も。あ、水いけました。すげえ。水の剣。普通に。いや、水の剣じゃないです。水はなんか装備になるっていう噂ですよ。黒曜石かっちゅぐらい硬いね。硬いですね、結構。鬼型じゃんこれ、バリ型。そう、メット作ろう、メット。あ、なんか靴が作れるっていう話です。メット作れんわ。メットダメっすか。空気出た。あれ。うわー、水ブーツ入っちゃったよ。水ブーツ来ましたね。なるほど。次、何取りに行くよ、これ。これ、マグマ取りたいですけどね、やっぱマグマ。直下掘りで、下にマグマ探しに行く。水のブーツだと、坊さん。うん。高いところから落ちても大丈夫らしいです。なんか落下耐性騙されてんじゃない。だって水着地なんで今直下掘りしとくんで、着地してみてくださいよ。んなら、あ、分かりました。ここの直下掘り降りてきて、直下掘りするから行きます。おお、ほい、大丈夫。全然大丈夫。ちょっと、下掘れない、みんないて。みんないて掘れない。やばい、かさったかもしれない、これ。ちょっと待って、終わったかもかな、これ。空気の剣で切り合う。あ、危ない。よし。切り合う、恐ろしいこと言ってる。恐ろしいね。デスゲーム空気のズラしたかはねえの。剣だけなんすかね。ちょっと試してみてよ、空気の、空気シリーズ。あ、ダメです。空気の剣のみです。な、マグマか。マグマ行きたいっすね。もうちょっとで到着するから。ありがとうございます。あ、岩盤もあれらしいですよ。岩盤行ってきます。あ、岩盤班お願いします。あ、これ1.18か。めっちゃ深いんだよ。あ、じゃあ深いっすね、これ。なんだ、深いんだこれ。岩盤来ました。岩盤どうぞ。あっち。俺んとこマグマ。マグマね。ね、ボンさんとこマグマって当たりじゃん。どこや。やべ、ね、マグマちょっと掘らしてもらおう。マグマのブロック取って、マグマで潰されんか。大丈夫。あ、確かマグマのブロックどうなんすか。回収できるかな。ああ、焼ける。あ、なら、やっぱ。あ、じゃあそこだけ。こうやなんだわね。うまく岩盤のピッケル作りました。うぜやん。岩盤ピッケルちょっと取っていいですか、カズさん。はい。行きます。あれ。普通じゃん。あれめっちゃ普通じゃん、それ石のピッケルなんじゃない、それなんかめっちゃ掘れるっていう噂を聞いたんですが、今マグマのやつを今手に入れるから、今マグマ一番難易度ある、うん、かなり難しいね。燃える本当に燃えるのはすぐに。マグマは盾が作れるらしいですよ。盾相当量取らんだかんってこと、はい、結構量必要ですね。6個で盾になるらしいです。6個も多くないか。うちも今1個手に入れたんだけど、1個。無理ゲーだろこれ。ピッケル普通だな。あ、皆さん、何？どうしたなんだこれ。岩盤ピッケル右クリックしたらすごいこと起きました。やべえ、待て、何この岩盤、危ないんじゃないこれ。どうしたこれ。やったー、うちもピッケルできたー。うわぁ、うわ、こんな楽しいの。やべ、マグマの盾も手に入れよう。あ、作れた、ラバーシールド。穴。イエーイ。マグマもっと取ろう。それなんか、かっこいい。マグニさんのかっこいいの、それ。おれ。かっこよ。あ、ボンさん気をつけてください。奈落に落ちちゃうんで。はい、この。ないか。危ない、ちょっと。あー、マグニー。ごめん、マグニー。言ってもだ。マグニー、そんなことは忘れません。盾も言ってもだ。言い訳としてさ、ああ、誰落としたの。
ボンさん、はい、ああボンさんがやってました。うわやったなこれ。違うんです。これはボンさんの優しさだね。仕返ししてくれたんでしょ。試したらまさかそこでやった。またピッケル作れるようになったんで。あ、ナイスですナイスです。マグマの盾が欲しいんですよ。これどうするといいんだこれ。そうだよ、バケツあったらあのマグマ簡単に作れるじゃん。あー確かに。そっか、バケツ欲しい。バケツ作るか。じゃあバケツ少々お待ちよ。ディーモンドはいっぱい取れるんだな。こうすると水を持ってこなきゃ。みんなマグマ取れるよ。それでいけるんすか。それでいけんの、それでいけんの。ほらほらほら、ノー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 。あー、これいいな。はい、取ります。おお、取れた。怪しいっすよ、この。これ、人の壊したブロックが分からん。そうか、罠ね。罠になります。7個必要なんです。7つも？あ、ちゃう。6つでした。くそ、本物があったな。あ、クリックすると空気のところなくなっていくのか。ちょ、もう1キロ、もう1キロ。何もないな。お前、ちょっと消火せ。おー、危ねえ。0.5。これクリックすると繊細クリックすると消えますね。あ、本当だ本当だ。盾の形は、あーできたかっこいいってだけ。一旦これで一通りっぽいですね。上の方戻ろうか。頑張って戻りましょうか。はーい。あー、村あった。村、村消しされるんかな俺。村消されるよ多分。カズさんそうじゃないでしょ。中にいる人は無事なんですよね。人。うわ、すごい。アイテムとかもういろいろやったな。中のやつがブワーって完全にやからやわ、これ。やから。やからよね。略奪だよね。ゲート作りますか、ゲート。おお、いいね。そこね、あれなんですよ。あれなんですよ。ほんでほんで。はい。ラスト行こう。お願いします。よっしゃー。よし。チャッカマンしますね、チャッカマン。お願いします。あれ、はい、ついた。そしてさらにこのゲートもなんか壊せるらしいですよ、はい、あ、なるほどね。あれ壊れた。あれ置いてますね、一旦これ。あ、なんか変なとこ置いていただいて、はい、置きますよ。はい。おお、これで入れるのかな。あ、入れる。すげえ。じゃあ一人一個持っていきましょうよ。どこでもネザーゲートいいな。これはマジ便利だわ。何、どこでもネザーゲートずるいよ。それ乗り遅れちゃったよ、そのブームに。ただも掘れると思いますよ、カズさん。これでネザーから帰りたいところから帰れますもん、ね、帰れるってことか。そうなんだよ、そうなんだよ。一回やって入ってきてみてよ、一回。同じとこ出んのかな。あ、来ました。ワープせんのだ。あ、カズさんやった、カズさんやった。ワープしないで。あれ。あ、じゃない。あ、ワープできたこれ。あ、なんだ、どういうことなんだ、どうなってるの、これ。バグってる。バグった。やばい、ボンさん。どういうこと。ボンさん。まずい。これ入っちゃダメだよ。多分ずっと行ったり行ったりしちゃうんですよ、これ。地獄だわ、これ地獄。ブロックとブロックの間をワープできるんじゃないですか。好きな2点をつなげるゾーンです、これ。なるほど。あー、なるほど。現世感、ネザー世代感を。なるほど、そっちね。今これネザー感でやってもこっちにゲートあったよって言った時に呼べるってこと。ネザーゲートの近くに作っとけばスッと戻れるんじゃないですか。感じだよね、多分ね。はい、一回ブリューさんつけてもらっていい。普通にじゃあ行ってって感じだよね。すぐに帰ってこれるじゃんね。なるほど。誰かが様子見つければいいですもんね、うん、そういうことよ。まだ要塞発見のないの、ね、要塞発見の通知ないです。こちらはないです。そうや、皆さん、霧消したらめっちゃ見やすくなるの知ってる？ビデオ設定ってさ、霧の種類オフにしてみて。めっちゃ綺麗。でしょ。ひどい、ひどくないこれ。今？要塞見つけました、そして。やばくない？こんな綺麗なんすか？なんだこの綺麗なの。そう、ネザーになったね、もう見違えるんだよね。何この綺麗なネザー。何これ。でしょ？これがマイクラだったのかっていうネザー。要塞見つけた、要塞見つけたら。ドズさん、あれ置いてください、ポータルの。ドズさんが繋がったらワープすればいい。あ、繋がってます。あ、焼いてね。おー、すげえ、ワープできた。あー、ちょっと危ねえ。これ、こっち置いちゃダメなんだよね、多分。あ、そっちに置くと、なんか変に干渉するよね、多分。はい。なんとかして戻りてえなー、そっちに。ダメだ、こいつ火効かないから、マグマの盾全く意味ないです。マグマの盾ってそもそも何なのこれ。敵を燃やす能力がついてるんですけど。だけどネザーの敵、あの火に強いんで意味ないですこれ。まだ壊せるもんあるんでしょ、言うて。そうだよね、何ある。まだ残りエンドポータルのみです。そ
ここまで無事行けるかな。行きましょうよ。こちらももうスペシャル攻撃でパール祭り食でパール祭り。あーパール頼みます。パールはもう任せても。あーこちら廃要塞発見しましたね。廃要塞。おーナイスです、ナイスです。来ましたね。廃要塞消し去ってきますわ、ミングリックで。一本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 。ナイスです、ナイスです。あ、今8本あります。やばいやばいやばい。8本あります。8本、8本ある。あー何、ドさんすぐそこ、すぐそこ、ドさんすぐそこ。はい、ゲットです、ゲットです。ナイス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 。手こずってんなみんな。これめっちゃ手こずってる、めっちゃ手こずってる。よいしょ、合流。じゃああとあれですね、パールです、ですね。金の塊を見つけましたよ、こっちは。もう金の塊を見つけて、もうパールも手に入りましたわ。もうパール神だな。もうあのポータルで帰ってくればいいじゃんね、ぺちゃんて。今そろそろ戻ろうかな。だからこっちネザーポータルを要は やっちゃえってことでしょ。はい、今大丈夫です。置いてゲート前につながるはずです。怖っ。いくよ、ピュー。すごい、来た。すごいぜ、おかえり。すげえ、なんで戻ればいいんだ。うわすげえ。パールはパール、あ、パールパールパール、はいはい。パール割れたー。あああのお兄ちゃんダメだわ。行こうか。すべてを失いました。行くか、うんなら。行きますか。参るよ。はい、ビュー、あっちね。そうか、それでいけんのか。掘って掘って。これでポータル壊れないですかね。大丈夫ですかね。大丈夫、今優しく掘ってるから。うちは優しくお願いしますよ、カズさん。優しく掘れるのそれ。おうおう、上級者だな。え、優しい優しい。あれダメだな、ちょっと深いな。大丈夫これ、深すぎ。深いよね。うわ深すぎん。あ、見つかった、見つけた、見つけた。あ、よかった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 。早かった。エンドポータル取れるんだっけ。エンドポータルは素手で掘れると思います。新しい武器が作れるという噂ですけど。やってやってやって。おー、ナイス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 。あったけど750の1750です。オッケー。でマイナス28。オッケー。あ、見つけた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 。スポナー壊して、スポナー壊して。壊えた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 。ナイス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 。よし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 。まずは、はめて。ダイヤつらし逆に作れる。これ取れるの、ほんで。ポータル壊せるっていう。ポータル壊してみよう。あ、取れた。おー、燃やさないように気をつけてください、カズさん。これで武器作れるっぽいですよ。やばいやばい、それは最強の武器じゃない。マジかマジかマジか。伝説でしょ、これ多分。これはもうレジェンドだよね。9個必要なんですよ、だから9個も。何その最終兵器。勇者カズクラに任せ、勇者カズクラに。はい、カズさんに任せましょう。ボンヤ鉄、ボンヤ鉄。いや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 、こんなこんなの使わないで下手すら7個落ちて終わりとか最悪ない。全然あるから、俺が持つと2つ渡した。何ができる。今ちょっとある。なんだこれ。いや、これボンヤ鉄の武器だ、これ。なにこれ。なんでビーム出そうじゃん、これ。なにこれ。ゴンさん、なにしてんの。なに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 。これやめ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 、待って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 。あー、ナイスです。何あれ。これ倒せないね、どう考えても。エンドの世界に逃げ込んでください。これどうすんのこれ。真ん中にポータルがあるから、あそこに行けたら。どこ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 。最強の武器使ったらこうなったの。エンドラ出てきたんすわ。めっちゃ邪魔やん、あれ。最強の武器、エンドラ召喚の武器なんですけど、このエンドラボンさん乗れるんすよ。乗ってみてください。こいつにやられたよ、俺だって。さっきの武器持ってたら乗れるはず。飼い犬に噛まれたみたいな。ないない、さっきの武器があっちに送られちゃったのかな。入りましょう入りましょう、誰かが。マジ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 、あれどうやって入るの。頑張って ああ普通のエンドラいるわ。ボンさんが本当は乗れたんだ、中で。エンドラ操縦できたっていう噂ですね。あー、やっちまった。エンドポータルフレーム3つ残ってるけど。いや、フレーム3つだとちょっとなんともっすね。ないのか。うわ、今日切れてるわ、うち。ナイスエイム。ない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 。ナイスース。もう切れてるわ。おーいえ、ボンさんが乗る姿見たかったな。ないよね、ないよね、ないよね。ない。なさそうなんすよね。ないか。どうしてきた時になくなったんかな。残念。
お前がで、はい降りてくるよ。減らしとこうかな。あ、どうやって入るんだこれ、系統。下からブロック積んでいくしかなかったよ。そういうことか。せ、ぶつつきみたいな。ね、ボンさん、これないかな。ワープゾーン壊される、ワープゾーン壊される。ワープゾーン壊されないか、やばい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 。そんなに、そんなに遠くまで来た？だんだん広げてるんです、行動範囲を。暴れんぼね、ほんとに。暴れてますね。あなたの飼い犬は。あー、めっちゃ、めっちゃ削れてる。ナイスです、ナイスです。ところまで減らしとくんで。ほいほいほい、来たー。あ、来たボンさん。来たー。ボンさん、エンドラ倒しましょう、一緒に。ボンさん、もうちょい。いけ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 ー。もうちょいもうちょいもうちょい。ボンさん、もうちょい。ナイスー。やったー。ナイスー。やったこれ、ちょっとポータルちょっと読んでさ、本当はどうなってたのこれ。ちょっと使ってよ、これ、ボンさんちゃんと。やろうよ、ちゃんと。あ、やりましょうか。クリエでね。ポータルのやつやろうよ。はい。みんなで、右クリックしようか、みんなで。これでせーので。はい。せーの。せーの、ジョン。はいはいはい。乗れました、乗れました。乗れた、乗れた、乗れた、乗れた。どうやって？え、でもこれ、操縦できてる、これ。あー、地面に。すげー、これ。いや、これ、元気をすぎだろ、このドラゴン。うちのドラゴン、ちょっとなんか。え、これ操縦できる？みんな。これまっすぐ向いてる方に行きますね。うん、向いてる方に行くね。あ、そうなんだ。最強最強。オッケー、じゃあサバイバルでちょっと戦いましょう。サバイバルで戦いましょう。オッケー。ちょっとサバイバルよ。うら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 。なんか攻撃されてる。ほらほらほら。ほら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 。ほら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 。いけ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 。ほらほらほら。ほらほら。来た来た。ほら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 いやでもこれ初見でやれって言われたら無理っすね。無理だよね。よっしゃー。いや面白いこれ。ほらマウギさん優勝ですかこれ。はい。あ、優勝でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ドラゴンライダーです。いや面白かったですね。すごいゲームだったんだな。いやーよかった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 。遊びすぎましたね、ちょっとチートアイテムで。ちょっとはい、やりすぎた。楽しかったけど本当にすみません、本日もありがとうございます。はい、じゃあ皆さんまたよろしくお願いします。お願いします。はい、どうもありがとうございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。失礼します。こんなところで終わりたいなと思います。頑張っていきます。というわけで本日はこんなところでまたお会いいたしましょう。バイバーイ。